はい、皆さん、こんにちは。ドララケバサロンアキラです、えー、今週はオールカマーについて考えてみたいなと思います。えー、前年度の連帯場が出てくると、隣の枠、隣の馬番っていうのを指しているのが前年度までです。えー、このサインを見てみたいなと思うのですが、えー、2019年、えー、レイデオロが前年度の連帯場。 そして出走してきて、隣の枠、隣の馬番のスティフェリオが連帯をしました。そしてその次、ミッキー・スワローが3枠に登場してですね、隣の枠、隣の馬番、4番のセンティリオが連帯をしました。この2020年、2021年、そして2021年はステイ・フィーリッシュ、 ステイ・フーリッシュが出てきて、隣の枠、隣の馬番、ウィン・マリリン、ウィン・キートスが連帯をしました。そして昨年なんですが、ウィン・キートスが3枠、3番に乗って、隣の枠、隣の馬番のジェラルディーナが連帯をしています。そして3つ隣もロバートソン・キーが連帯をしています。ステイ・フーリッシュも3つ隣、隣の枠、隣の馬番ということですね。 えー、その辺りが今回どう動くのかというのを見てみたいなと思っています昨年、えー、ジェラルディーナが1着したこの馬がですね今年4枠の6番に乗ってきましたさて今まで通り来昨年と同じように隣の枠隣の馬番3隣、えー、どれを連れてくるのかなというふうに見てみましたが、えー、マテンローレオ新た ガイアホース、ゼフィーロ、チェスナットコート、どれをとってもですね、人気薄になっています。ガイアホースあたりが隣の馬番として人気なんですかね、隣の枠がいいんじゃないのかなとは思うんですが、こればっかりはね、ちょっとわからないですね。マテンロー・レオ、そしてト崎キシの乗るゼフィーロあたりも、 お出ない目になったりはするのかなと思うんですが、えー、このジェラルディーナがどんなサインを送るのかを今回見てみたいなと思います。えー、タイトルフォルダー,が,ーが人気ですよねこの横山棋手、典弘棋手ですね戸崎棋士もよく見てみると棋士のサイン棋士の方になっているんじゃないのかなと思ってしまうサインがあります。えー まあ買いたい馬なんですがこの騎手のサインの方が面白いのでちょっと見ていただきたいなと思います、えー、昨年ですね三浦騎手から4お戸崎騎手から5となる1番の馬が2着をしてその前の年ですね2021年も、えー、三浦騎手から4 戸崎騎手から5というところが、単内騎手に当たるところですね。これが昨年同じでした。その前の年も、三浦騎手から4度なりと、戸崎騎手から5度なりというのが続いているんですね。要するに、2020年、2021年、2022年は、 え横山三浦騎手から4、戸崎騎手から5というので終わっているんです。3年間ね。でも他の騎手、ま、も横山機種横山武騎手から2とかね。えー、そして戸崎騎手から5というのも昨年同じでした。昨年は横山武騎手と戸崎騎手で2番、1番を指し、 三浦騎手も4度なりでこの3人でね一番を指したように見えます。そしてその前の年の2021年は柴田義臣騎手から3と三浦騎手から4ここは違うところを指しているんですが戸崎騎手から5と三浦騎手が4は同じところを指しているということです。 そうなるとですね、今年どう考えればいいのかということなんです。え、戸崎騎手が動くのか、三浦騎手が動くのか、え、中心はこのお二人が今までここ3年、えー、サインをしてきていますので、えー、誰が、こう、誰と組んで、えー、勝ち馬を教えるのかなと見たときにですね、えー、三浦騎手の方ではないのかなと、 思うんですねそれはなぜかというと、三浦棋士は8枠の14番、ここから4つ隣が2番のタイトルホルダーに当たります。昨年の1番のところですね、三浦棋士から4つ離れたところの1番が連帯して、今年は14番から4つ離れた2番が連帯をする。そしてサポートもう1人、もう2人を探すと、 えー、一番を指したところは、松岡騎手から三りになります。昨年一番を指した松岡騎手から三。今年も松岡騎手から三となると二番になりますね。三浦騎手と松岡騎手で二番を教える。っていうふうになるんではないのかなと思うんですね。戸崎騎手から五。 そして、戸崎騎手から昨年4度なりも連帯をしています。4度なり、そして三浦騎手からも4度なり、えー、これは勝ち合わないんですが、2人で押し合わないんですが、11番のところにも、こう、書いたいなという感じはしますが、えー、基本的にね、2人が重なり合って、今回、えー、これ昨年もですね、 え、サインをしてきています。ですので、今年は三浦騎手を使って、この4回目、三浦騎手の4回目2番、タイトルホルダーですもんね、タイトルホルダーが来るんではないのかなと思います。そうなると、この戸崎騎手も横山騎手も、2番を教えたりするサイン騎手としてね、動くのか、 戸崎騎士は今回は連帯する方に回るとすると5枠の8番ゼフィーローでも解明はあるのかなと8枠の2人はちょっと解明はないとは思うんですが、えー、タイトルホルダーは多分これで大丈夫なんじゃないのかなと思っていますタイトルホルダーの相手に2枠ですね3枠4枠5枠あたりの どれにつけたらいいのかなという感じはしています。えー、三浦騎手から4、そして松岡騎手から3というのが今回ね、えー、毎年同じように動いているサインとなるのではないでしょうか。はい、あまりね、えー、タイトルホルダーを逆らって買うのも何の、んかなという感じはしています。えー、もうそろそろもうこれで夏競馬が から秋競馬に入ってきましたので、えー、来週は G1 ですよね、スプリンターステークス、えー。いろんなことを考えてるんですが、えー、どうもまあまあ見てみないとね、春から秋にどう変わっていくのか、秋の G1 をどう楽しめばいいのかということでしょうね。はい、えー、ということでですね、私、えー、先週もお話ししたんですが、えー、パソコンをね、 ようやくう、こう、キラキラ光るパソコンを手に入れました。ということで、これではちょっと、あのー、味気ないな、ということで、何をしているのかというと、えー、この上にね、あのー、画像がある、ありますよね。あのー、T シャツにした画像です。これをですね、シールにして貼ったのかなと。 シールにしたろうかなと思ってシールを貼る計画でちょっとこういう,こう印刷する画像に変えましたそして切りやすいように周りに赤円を描いてシールにして貼り付けようかなと思ったんですがシールを貼ってしまうとですねまた取るのが 取るときに汚くなったり、もう汚れてしまうので、えー、どうしたもんかなと思いまして、えー、それならもうこのままあラミネートをしてしまおうということで、ラミネートを作りました。はい。えー、こういうふうに印刷したもの,のを、こう、ラミネートですね。えー、プラスチックみたいな、あの、要するに薄い下敷きみたいなので、こう、空気を、もう外からも絶対汚れないっていうラミネートをしてしまいました。 で、それをま、周りを切ってですね、えー、これを、あの、両面テーブルなんかでピチャッと貼っとけばいいのかなと。えー、携帯、携帯にもですね、こうやって貼っちゃいました。はい。えー、ちょっと見にくいかな。はい。で、貼っちゃいました。で、こういうふうにちょっと遊んでるんですが、えー、まあまあ、嫁さんもですね、手伝ってもらいまして、あんたはどんくさいから私がやってあげるって言って、えー、手伝ってくれました。<laughs> <laughs> まあそうやってね、夫婦が仲良くね、できればいいかなと思っています。えー、その上にですね、えー、また色を変えたりですね、ちょっと黒バージョンも吸ってみたいなということで、ちょっと失敗しましたけどね、印刷がうまくいかなかったですね、線が入って。ね、いろんな失敗をね、ちょっと重ねながら、えー、これが2022年バージョンですね。24 0 2年前、2年前か、3年前ですか。 2020年の時に作ったあのー、キャラですね、えー。そしてその前の2018年かな。一番初めに T シャツを作った時の画像もこうやって、えー、吸ってですね、えー、どれぐらいのその、まあ綺麗に仕上がるかはわかりませんが、えー、ちょっとこれで,遊でラミネートで、ね、して遊んでみたいなと思っています。 ラミネートする機械は、ね、安かったんですで2,000円か3,000円ぐらいでラミネートの機械は買えまして、えー、買ったはいいんですが、えー、奥さん嫁さんのね嫁さんのお兄ちゃんが持っていたともうカスタゲンの字ということで、えー、無駄なお金を <laughs> 使ってしまいましたがまあまあ、えー、先週のねちょっと競馬取れましたんでその競馬のね あんたはすぐもう手にお金を持ったらすぐ使うなということで怒られてはいるんですがまあまあ使うのも楽しみでですねいろんな好きなことをね自分の好きなことをするのがいいと思います、えー、真っ白な綺麗なパソコンがですねどこまで汚くなるのか <laughs> <laughs> ちょっと楽しみなんですが、えー、いろんなシールをねベタベタと貼ってみようかなと思っています、まあ、当分ね自分で使いますのでね、えー、あのー、はい、えー、楽しんでみたいなと思っています、えー、皆さんはいかがお過ごしでしょうか暑いね夏もとうとうこう過ぎましてこの頃ね涼しくなってきましたので、えーまあ、体調管理がね、えー、しっかりして、えーまあ、夏を乗り切ったので この秋ね、楽しんでみたいなと思っています。はい、えそれでは今週うもう頑張りましょうファイト。はい、ありがとうございました。